タンカスミ山に見られるタンカスミ地形タンカスミ地形は中国南部に見られる切り立った断崖などを特徴とする赤い堆積岩が隆起した地形である。中国で見られる地形の中でも得意で、主として白亜紀の赤みがかった砂岩や歴岩によって形成されている。名前の由来はタンカスミ山である。タンカスミ山にちなんでタンカスミ層という呼び名が1928年に 使われ、1939年に地質学者の沈国たちが、丹霞地形という名称を初めて使ったという。丹霞地形は中国南部に多く見られる。福建省の大根県にある丹霞地形は幼年期の高齢で深く狭い渓谷が見られる。より年月を経ている丹霞地形だと、さらに侵食が進んで渓谷は広がり、 孤立した塔のような地形なども見られるようになる。形成される景観は、カルスト地形とよく似ているものもあるが、カルスト地形が石灰岩で成り立っているのに対し、タンカスミ地形は砂岩や歴岩で成り立っている。このため、カルスト地形もどきとも呼ばれる。タンカスミ地形では侵食作用によって、規模も形も様々な洞窟が数多く形成されている。それらはどちらかというと浅く、 孤立しており、カルスト地形の小入道が、しばしば深く入り組み、互いに繋がっているのとは、対照的である。なお、こうしたホラー穴には、古くから人々に利用されてきたものもあり、厚生省流さ山には、ホラー穴を利用した約2600年前の剣母、遺跡群も残っている。2010年には、貴州省の赤水、福建省の大安市、湖南省の山、 関東省のタンカスミ山、厚生省の竜古山、石膏省の厚楼山にそれぞれ残るタンカスミ地形がユネスコの世界遺産リストに登録された。うち3カ所は世界ジオパークとして認定されている。ありがとうございます。